はい、どうも、本能のコモンドスリーシーです。行進曲とともに意気揚々と釣り場に向かっているところです。ここは富山県でも、氷見市の近くの、薮田漁港という港です。左側、小さいテトラがいっぱい入っていて、とても乗りやすそうで、釣りやすそうだなと思って、まあ、この地域の漁港、とってもとても気になっていたところです。今回、初めて竿を出すことにします。これでやってみたいと思います。さて、釣れるでしょうか。釣り方ですが、竿がブラックバス用のベイトキャスティングロッドにベイトキャスティングリール、道糸が PE の2号に適当なリーダーをつけておりまして、適当な重りと適当な針をつけております。それで餌ですが、このフナムシでやってみようかと思います。これを、穴釣りの針につけて、この堤防のヘチのところに落としたら、何か釣れるんじゃないかなと思っているところです。まあ、つけ方はよくわからないので、適当につけます。意外と柔らかいですね。なんかすぐ取られそうですが、まあまあやってみたいと思います。何かが続きますね。まあなんだかわからないですが、まあもしかしたらワンチャンクロダイとか、まあおそらくカニとか、まあフグみたいな小さい魚とか、まあちょっとなんだかわからないですね。その後もフナムシで狙ってみたんですが、やっぱり当たりはあるんですが、魚が乗らないです。そうこうしている間に、フナムシたちが危険を察知したのか、逃げ回るようになっちゃって取れなくなっちゃったので、まあ、当初予定していた釣りに戻します。テトラ側で、餌はパワーイソメで、口の大きな魚を狙っていきたいと思います。この場所で釣れたのはこの2匹でした。いや、あんまりおすすめじゃない感じです。魚影は薄いです。というわけで、場所変えます。場所移動してきました。小杉漁港という場所です。先ほどの薮田漁港から 500m ぐらい北にありまして、車で移動してきました。こんな感じでだだっ広い漁港なので、適当に車を止めて、目につくテトラの方に向かっています。この辺でやってみようかと思います。